足取りしてたみたいです駅のロータリーとこあそこである写真をまあ撮ってグループラインで愛しんさんとやり取りして笑うっていうのが最近のトレンドなんで僕らの、はい、とか喋ってる間にもう入店の時間でございます。今日は珍しい台風打ちますよ、はい、行きましょう。さあおはようございます。始まりました、沖光改造プロジェクトガチプレイヤーへの道。入ったことのない島に来ておりますね。見た目は若干弱いですが、1回当たるまでは打ってもいいのかなという感じですね。なんで俺がバカボン、雨バカボン、雨神を打つかというと、この前ねちょろっとバカボン打ったんですよ。したらね、予想外に面白くって、別にいっぱい勝ったとかそういうわけじゃないんだけど、ということでたまにはね川の岸と書いて歌詞を変えて、はい、ちょっと打ってみたいなと。でこの台のスペックというか、この台のポテンシャルがいまいちだった場合は、319分の1のバカボンも5台ぐらい入ってるんで、4、5台、そっちに行ってもいいのかなと。そっか、バカボンの寝台は埋まっちゃってるか。大地はないっぽいよ。これ3000円目なんですよね、おそらく。ちょっと打てないんで隣行きましょうか。よいしょ。あ、これゲンさんかな。あの焼くものはゲンさんかしら。鎖を破壊できればじゃんけん対決リーチなんだよ。おお、当たっとけ。お、ちょっといい音しとるじゃん。アイコだよね。2回確かアイコになるんだよね。このあとここ、当たれ。お、ああびっくりした、赤じゃなかった。あ、でかっ、よし、当たった、当たった。おはようでございます。やりました。なんとなんと12回転朝一、これでいいのだ、いただきました。やったねまさかの当たり。さあここからです。ここに白うなぎがいたらボンボンボン。あー、ダメか。まだわかんないけど、ちょっとスペックを後で調べよう。こい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 、ないねー、ないかー。なんで朝からカスなんだよマジ、ふざけんなし。はい、諦めました。はい、もろもろの状況を鑑み諦めさせていただきましたんで、よし。てか結構埋まってんじゃん、29の8。じゃあもう角行こっか。じゃあちょっと試し打ちさせていただきます、リゼロ。そっか、雨バカボンの確率と先バレの確率、先バレ出現率ほぼ一緒なんだ。朝1回転で当たってますこの台びっくり。ちょっと1回バレとこうぜマジで、1回バレとこう。おいしょー、一発目、ミニレム動かず、お白ゲーでございます。
大体4分の1ん？ああ関係ないか。着メロは来ず。いいけどボタンが赤じゃないから微妙。あー白かー弱いね。懐かしい。ちょっとはいちょっと弱いっすね。ちょっとっていうかよっぽど弱いな。これクルーシュとビルヘルム。クルーシュか、うん、追撃で追撃でお願いします。激弱。はいビルフェルムでワンチャン、レムでほぼアウト。はいダメ。まあ納得ですね。1回でもバレてくれりゃまあまあいいですよ。まずは固定でね下を撮ってもらってんすけどね固定カメラで。はい、ルーレットークのコーナー改めフリートークのコーナーでございます。と普通に打ってる時に喋りゃいいっちゃいいんだけどとりあえず200回転ハマったんで話させてもらいます。こだわるこだわりこだわらないこだわりというねお題をいただきました。僕はもう皆さん結構知ってると思いますが言葉文字に関してものすごいこだわりが、こだわりというかなんだろう、間違ってたら絶対嫌な言葉というのがあるんですけれども、その中の筆頭がですねやっぱりどうしても実践という感じになるわけですね。実るに戦うっていうのがまあ実践、足編の方の実践っていうのは 100% 間違いです。なんで足編を、半分ぐらいのバカなやつらが使うのかというと、Windows というバカなマシンがあるんですけれども、そこにですね実践って打ち込んだら最初に出てくるのが足編の方の漢字なんですね。漢字に疎いバカなパチンコ関係者の人たちは足編を使うわけです。2年ぐらい前までかあんまり僕言及してなかったんですよ。バカだなって思いながら言及してこなかった理由っていうのが、10年ぐらい前にありました広告宣伝規制でございます。社交心煽るのはダメだっていうのでものすごいこうイベント規制がかかったわけですね。その時くらいから実戦っていう戦うの方が足の方になるトレンドになったんですよ。僕はそれが理由があると思ってて、ポールの人は戦うっていう風に使うと社交心を煽るみたいに警察から何か言われる可能性があるって考えて忖度して足編を使ってるんだなって思ってて、そっからまあ6年7年8年経っておかしいなって、本当にそうなのかなっつっていろんなホールの人に聞いてみたの。したら全然そんなことなくて、あこっちが正しいんですかっていう人が9割ぐらいだったの。ただでさえさパチンコパチスロ業界ってさこんな業界なくした方がいいとまで言われる業界ですよ。そんな業界だからこそせめてさそういう部分はちゃんとしようよって僕は思うわけですよ。こいつらバカだねってまあ思われるのもちょっと気持ちいいんだけど、正直さパチンコパチスロ業界で働いてる人って賢い人めちゃくちゃ多いわけね。大卒の人も多いし、僕は高卒ですけど専門学校中退ですけどね。だから、直しましょうっていうふうにこの1年2年ぐらいでいろんなとこで言ってますが、この前つい2週間ぐらい前にびっくりしたのが某パチスロ雑誌のウェブ版の動画で実践の線を足編にしてるサイトがあったの。これはもうガイドかマガジンか必勝本か言いません、言いませんがその中の一つです。雑誌関係者がそれやっちゃダメでしょ。今すぐ戦うに直してください。本当に僕は、1店舗も使わなくなるまで言い続けますこれを、何年かかろうと。はい、逆に僕が好きな言葉が
小ゼロクこれ絶対6の略らしいんだけど、これをね数ヶ月前に知った時の衝撃、おもろーと思って。あとベガ立ち、あのハイエナの人みたいな人がパチンコパチスロ台の後ろでこうやって台を見てるっていうのをベガ立ちっていうらしいんですけど、その2つはねめちゃくちゃ好きでさっていう感じでございます。はい、いやー話したな。はい、ということで今回のフリートークのお題でございます。こだわるこだわり、こだわらないこだわりとは、はてな、というお題をいただいたのはアルコールは力水さん、ありがとうございます。はい、ラジオネームアルコールは力水さんということで、ね、ちょっともうルーレットをやめて俺の喋りたいことを喋るようになってますが、全てのお題に目は通させてもらってます。そして注意事項、できればですねコメント欄に、お題のコメントをくれた方はコメント欄にラジオネーム何々と書いていただけると非常に助かります。以上フリートークのコーナーでした。ありがとうございました。そしてバレじゃなくて先読み後期待モードにしてみようかな。おお、お来た、来ました来ました来ました。先読み後期待モードに変えた直後に、あらちょっと分かんない、先読み後期待モードで当たったことがないんで、これはチャンスだと思います。緑では終わんないでしょ。暑くなってきたね。だって金、あ鬼がかりって言ったよ。あんな演出初めて見ました。普段先晴れなんで、これはいよいよ金、おおやりましたやりました。おいわっは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 わはっはっはは、来ました来ました、アニマル浜口改め吉江恒夫、当たりは確定です。もう僕の中ではやってみるもんだ。3250発、お鬼のこの保留ってさ ST 確定じゃなかったっけ。当たり確定なのかな。レインボーが ST 確定かな。投資が7625発です。使い3万500円で当たりましたよ。ありがとう、いい薬です。やりました、473回転108回転から回しました。微妙だけれども上でお願いします。上で、そうですか、チャレンジですか。まあしょうがねえな。はい、まあノーマル、はい、とりあえず当たってくれたんでよかったです。いやー先読み後期待でね緑保留来ましたよ。ラッキーラッキー、あんな感じになるんですね。あの皆さんよくパチンコ屋さんでさ、なんとかのお菓子何々入荷しましたみたいなのあるじゃないですか。たまにねその沖縄のハイビスカスティー入荷とかっていうのはオキスロがチャンスみたいな感じで軽い示唆を入れてるっていうのはなんとなく分かってたの。ただ基本的に普通のお菓子っていうのは常連のお客さんたちにちょっとしたお得感を、持って帰ってもらおうみたいなお店の心づけっていう風に僕は捉えてたわけ。でもね例えば、バームクーヘン、
なんとかの、ま、バームクーヘンを入荷しましたっていう時とかに、円形の島、パチスローの円形の島がチャンスだよとかって、そういう示唆をしてるホールもあるらしいのよ。ってことは、これここのわらび餅は何だろうみたいなさ、いろいろ深読みとかできて面白いなって思いました。はい、ちょっとした話なんですけど、よく考えるよねホールの人もね。そういうのいろいろ探すと面白いな。まあそれ考えすぎちゃってノイローゼみたいになる可能性もありますけど。おいしょー、ミニレムコズ。はい、あれどうした、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 弱いぞ。寒いパターンだけど、お、チャンスです。この演出で外れたこと俺ないんじゃないかな。この演出で外れたことは、はい、鬼がかります。よいしょ、おんな、ただエルザグランヒルの星4か、頼む。はい、おいしょ。さあさあ、バレ祭りでございます。ミニレム動かね、もう当たる要素がないんだけど、うわーいと、青緑赤ですか。はいはい、お願いします。はい、来るわけないと。さあ今バレ祭り作動中なんで、もうちょい打ちますよ。ただ時間的にはもうそんなないっすよ正直。アホバカボン打っちゃったから朝ね。いやー飲まれますね。元気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 、先読み保留、あの圧モードで。熱々じゃダメなんだよ。ちょっとどういう展開になるか分かりませんが、今んとこ普通に終わりの始まりが、あれチャンス、あただ5点だからね、5点でどうよ。元気放流ちょっと弱くない。いやこれは先バレにしとくべきだったかな、ひょっとしたら。うわ、いやどうこれ、後半というかこのままでは当たんないですもんね。こっからだよね。うーわきちい。あーきつい、ここ緑だとまずい。あー青青青青青、金がワンチャンあるけど、あー終わった終わった、青青赤ですよ。絶望に抗えません。あ当たった当たった、絶望に抗ったマジか。投資3万1500円、ちょだま3万発ジャスト出たやったやったよ、ケンキ兄さん、ケンキ兄さん当たったよ。当たんないと思ってた。とりあえず3000発は確保です。それで一つもう思ってることがあります。はい、ノーマルモードで打ちますよ僕は。はい、もう先バレにはしません。 SD 中ね、キュイッと。さあ頑張っていきましょう。
これさっさんとずっと言ってんすけど、リゼロに関しては上振れというかラッキーヒットが一回もないんだよこのお店では。はい、ここだろ、景気づけに3万発いっときましょう。3万発、100分の1の戦い、できれば300分の1引いちゃおう。おい、残り100、これすんなり残り50までいったらちょっともう嫌な予感しかしないぞ。ちょっとめちゃくちゃまずいじゃん、めちゃくちゃまずいじゃん。ここでもダメなんだ。お、ああいい音が鳴ったと思ったんだけど、正直引ける気がしないな。おいおい、うわー、今のフォアーンがダメだったらもうダメだなこりゃ。頑張ったんだけどね、まあ何も頑張ってないけど。やっぱりこの店のリゼロはおかしいよね。うん、やっぱりふざけんなよな、なんかもう言葉にならないね。あの怒ってはないっす正直。昔あの確か伝説の無言っていうパターンありましたけど、15分ぐらい懐かしいですけど、それはまあないんですけど、いやーあんなにあっさり終わりますかね本当に。あ、緑保留の方がいいんだね紫よりも。なるほど、じゃあ何しか保留変化した時点でスーパーハイチャンスってことじゃん。飲まれますぜ。そして一応200回行きましたよ。おお、死に戻りだ、死に戻りロングでお願いします、ロングでお願いします。ああ、ショートか。ただホゼロ、ホゼロ死に戻りバレからの死に戻りはまあ 40% ぐらいありますよ。もうチャンスの時点でちょっと弱いけど、やるしかないのかじゃないよね。そう話なんないよね金。あ、ダメ、死に戻りだよ。みどみど金で、みどみど金で楽しませてくれ。よいしょ、ワンチャンあります、ワンチャン、死に戻りだからワンチャンある。これはし赤ボタン、ワンチャンある。はい、もうぶっかつくわということで飲まれました。はい、フリートークのコーナーやってまいりました。今回は髪型、私このパーマに戻してから、戻してからっていうとややこしいか、パーマに変えてから2年と2ヶ月ぐらい、はい、経っておりますけれども、このパーマに変えてからはもう何もしない状態、はい、もう乾かしすらしないと、そういう風にしてます。ここで驚きの事実を言わせていただきます。これびっくりするよ。僕この1年髪切ってないんです。これのすごいこと何か分かります？1年前と今と髪の毛の長さそんな変わってないでしょ。
でも俺切ってないんですよ。答えはですね、髪が切れてるんですよ。実は聞くところによると、ある程度髪は濡れた後乾かさないと強度が弱くなるらしいんだよね。濡れたまま寝たりで、1センチから2センチの髪の毛がね、結構ひっついてるんですよ。いつになったらこう元の長さに戻るんだろうって思いながら毎日を過ごしてます。はい、はい、ということで、ただいまのフリートークのお題、髪型というのをいただいたのはラジオネーム TRC さん、ありがとうございました。このコーナーでは随時ですね、私沖ひかるがフリートークするお題を募集しております。コメント欄にですね、何を話してほしいか、そしてラジオネームを、はい、書いていただければなと思います。以上、フリートークのコーナーでした。ありがとうございました。もう断言する、473回転以上はまりますから。根拠はですね、1個前が473だからです。こういう台はもう1回はまるんで、それ以上僕が打ってる限りね。やめますか、もう。でもな、回るんだよ。おお、この追い500円がラスト。本当ならさっきやめてたんですが、動かないよね。紫だよね。うん、金、ぐっ、赤か。せめて赤鬼、せめて赤鬼になれ。もうここついちゃえ、この白いの。うわ、もう2点かよ。ああもう終わってるわ。もうはい、みどみど金、はい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 、ああ、みどみど赤か。もうしゃあねえな。うわー、一矢報いて、一矢報いてよ赤保留。奇跡的な500円。はい、まあでもバレてくれたね、500円、追加500円でありがとうございました。お疲れ様でした。帰ろ帰ろう、もよいしょと。最後ドキドキしたでしょうねえ、みんな当たるんじゃないかって思ったでしょう。ソトシ3万7000円分のチョ玉回収ゼロということで、とりあえずこの店のリゼロと僕はもう相性激悪なんで、まあ座った時点でね、こういう結果になることは想定の範囲内なんだけど、なんだけどやっぱポテンのシャルさんがですね、いいんですよ、いいんですよ本当に。だから打っちゃうよね、そりゃ。どっかで反動が来ると思います、思いたいと。でですね、ササディと話したんですけど、おそらく新しいリゼロ、スマパチのリゼロがいずれ入ると思うんだけど、でそうなったらですね、ちょっとリゼロ強化年間みたいな感じで、一回リゼロの自分のデータ、初当たり出現率、レンチャン突入率、レンチャン継続率等々をですね、データを全部残して、本当に相性が悪いのか、それとも自分の腕が悪いのかみたいな、それをね一回実験というか精査してみようというふうに話しておりますんで、来月からやるかどうかちょっと分かんないですけど、近いうちにねやってみたいなと。だからどっかで跳ね返りがあると、そういうふうに思っておる次第でございます。というわけで今月はここまでです。ここまで見てくださいましてありがとうございました。
また次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。